はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月19日ですね。先日挙げた玉木代表の、お言葉ですね、こちらに、皆さんからコメントいただきまして、その後もね、再生数も随分6000件ぐらいご覧いただいたのと、コメントもそれに比例して随分つきましたので、ここら辺でね、ちょっとまた紹介したいと思います。ただね、コメントの中にはものすごくね、攻撃的なものとか否定的なものがございます。中には YouTube によって弾かれたのもあってね、私でも確認できないのが結構あるんですよ。もう何でしょうね、やっぱりこういろんなことをね、こうなったらいいね、ああなったらいいねっていうふうに話し合うこと、そしてそれに対していろんな希望を見出したり喜ぶことにね、なんかこう不快感を得る方もいるんでしょうね、きっとね。まあそういう方もいると思いますね、こういう世の中ですから。そういう方がいる限りは国民のね、生活給付っていうのは絶対に実現しないと思います。まあ極端な話言えばね、1億人中1億人が全員、定額給付金を望んだら出るわけですよ。だから麻生財務大臣とか、それと考えを同じくする人がね、否定的な人がいる限りは財政出動はないのかなと思いますけども、いかがなもんでしょうかね。じゃあコメントの方を読まさせていただきます。3、1、はい。まず一番上ですよね、益子さんって読むんですかね、これ。玉木さん頑張って、必ず一律給付、春までには10万円国民にお願いしますと。まあ本当玉木さん頑張ってっていうところだけでもすごく貴重なお話だと思いますよね。玉木代表も国民のためにと思ってやってくださってますんで、本当にね、お疲れ様でございますと言いたいですね。次、なんとかとやりてえって書いてますね。これなんていうものか分かりませんけども、給付金お願いします。アメリカもめちゃお金出してるんだから日本も出すべきだ。そうなんですよ、ドル円のバランス壊れちゃいますからね。オリンピック開催どころじゃないだろうと、オリンピックは本当に開催するところじゃないような気がしますね、私はね。次、佐藤さん、3次予算の組み替えは必須でしょうね。3次予算は緊急事態宣言が発出される前に組まれたものですから、やっぱり状況変わりましたんでね、3次予算、まあでもこの時期になると断行しちゃうとは思いますけども、組み替えがあるといいなと思います。ちょっと今から組み替えるのは非常にね、難しいと思いますけどもね、現実。はい、まさかりさん、麻生の弱みをとことん探して国家予算利用の承認を国民側に持ってこれたら、財務大臣でも迂闊に利用できなくなるかも。麻生さんのね、なんか嫌なところってなんか見つかるんですかね。もう太く構えてそうですけども、なんか見つかったらまたレポートお願いします。次、 YON さん、妄想を垂れ流すなよと。これね、妄想をね、語るチャンネルなんでね、それが嫌いな方はどっかのね、真実だけを語るチャンネルに行っていただければと思います。そういうチャンネル探すのも難しいと思いますけども、どっかにあるんじゃないですかね。アキさん、頑張りましょう。はい、こういうシンプルなことはいいですね、頑張りましょう。ダッペさん、玉木が言ったところで麻生のアホが動くわけないよな。まあそうなんですよ、そうなんですよね、麻生のアホが動くわけないって、これね、正しいんですよ。ただね、玉木さんがそれだからと言って黙ってしまえば、もう本当にね、希望がないことになっちゃいますんで、まあこうやって外堀を一歩ずつ埋めていって、いつの日かってところですよね、きっとね。はい、次ですね、ダッペさん、マスゴミと野党ももっと騒げ、麻生を追い詰めてやる。これいいじゃないですか、素晴らしいと思います。素晴らしいな、素晴らしいって言っておきますね。はい、次ですね、マスコミがなんかわーわー言わないから、我々がね、わーわー言うしかないですね。プリミちゃん、オリンピックなんてやってる場合かい、いつまで見てみるようにするつもりだ。玉木さん、よく言いました、本当にあなたの言う通り、私もね、そう思います、ありがとうございます。お、まちこさん、今日もありがとうございます、すごい動画ありがとうございます。玉木様は熱く伝えてます、姿が、他の方々は政治家とは思えない、国民を助ける人が政治だと分かっていません、他人事のような。お金、今現在国民の命救うが一番早く出してください、最悪ですので20万出すことで命救うべきです。自分たちの給料を減らすことをやるべきではないですか、国民の痛みすら分からないです。毎月給料入ればです。はい、やっぱね、政治家さんはもともとは我々と同じ立場の人が多かったと思うんですよ。ただ今みたいに世襲議員って言ってね、2世3世が増えちゃうと、もう生まれた時からもう帝王学ですからね、なかなか分かっていただけないのかなと思いますんで、こういう風なね、玉木代表みたいな方が求められているんではないかなと思います。横浜ラボさん、どうもいつもありがとうございます。やはり麻生さんがかなり渋っているんでしょうか。そうです、麻生さん一人が妨害しています。感染者も減らず、変異種も国内で感染者が出たようですので、本当にまだまだ厳しいと思います。緊急事態宣言も延長されるかもしれないし、そうですね、国民は抑えられるばかりで、せめて、給付金出してもらって生活の明るい材料にしたいです。まあいっそのことね、ここで弱い人には死んでもらおうというね、中小企業にはなくなってもらおうと思う、そういうふうなね、バイアスもかかってるんで怖いですよね。山崎さん、あと GoTo 一律給付金いいじゃないですか、洒落た制度早く作れやと。権力に溺れた今の自民党、腐敗国家、他の政党の皆さん、本気で頑張れ、今が政権交代のチャンス。はい、
大体政権交代っていうのは危機の時に訪れますよね。危機管理のダメな与党がやっぱりこの政権を失うっていうんですかね、どちらかというと野党が政権を奪うというよりも与党が政権を失うといった表現の方がいいんじゃないかなと思います。今が多分そのチャンスじゃないですかね。今でしたらやっぱりね、一発逆転を狙って国民の目線に一番近いところに票が集まるような気がするんですけども、いかがですかね、令和新選組なんていかがでしょうか。はい、次ですね、スマートラさん、はい、財務省や霞が関の官僚連中は各税金の徴収に影響が出るので、官僚連中が補正予算の案をまとめ5月以降目安に定額給付金を配布となるでしょうね。お、これはまたいい希望的な観測ですね。まあ、こういうふうなね、やっぱりこう思う、ああ思うというのを話し合うのはいいことだと思いますので、どんどんご意見ください。今の日本は社会主義国家と同じです。まあそうかもしれないですね。定額給付金を配布しても多くの国民は税金の支払いに充てるでしょうからね。いやー、確かにね、給付金もらってもそのまま税金に逆戻りして終わりですよね。配布した定額給付金は国の税金として戻ってくる。つまり税金の滞納者が減らすことができるからです。霞が関官僚の方々は社会主義ですから、そういうところもあるんじゃないですか。目崎ゆきさん、こんばんは久保さん。玉木代表はメールを見てくれてますよ。真剣に考えてくれてますよ。おお、一時給付金も国会で質問をしますと言ってくださってます。ありがたいです。すごいですね。やっぱり玉木代表ありがとうって感じですね。枝野さんよりもなんか玉木代表についてた方が良さそうですね。田口さん、さすがに毎日100万円はやりすぎか、給付金。まあでも、そのぐらいの気持ちでいいんじゃないですか。はい。小玉さん、久保さん、私も仕事感染の影響で会社閉鎖になりそうです。あら、もう首吊りです。会社パンクです。やばいです。もうこれはね、私ね、ずっと言ってますけども、本当にね、会社依存は危険なんですよ。だから自分でお金を集めてこれるようなね、そういうふうな、まあ、マイライフイズビジネス、自分の人生がビジネスにしていくようなね、そんな思考がもう必要なんでしょうね、きっとね。きっと何かができると思いますんで、私もね、一緒に探していきます。ホワイトさん、でもコロナ感染者減ってきてるから給付金ないとかですかね。これもあるんですよ、こういうのもね。だから我々が感染を抑えれば抑えるほど給付金の可能性は減るし、我々が感染を広げれば広げるほど給付金が出るし、まあなんていうんですかね、前に行っても後ろに行っても狼や虎がいるっていう状態でしょうかね。クリスタルソードさん、もう私たち国民に明るい未来はない。ほっといたらないです。私たちが作らないといけないですよね。それは次の世代のためでもあるんですよ。だから私たちがね、希望を手放すことはないです。なんかね、小さな火でもいいから灯していきましょう。でラボさん、国民一律20万でもよろしくお願いします。20万あるとありがたいですよね。ルームさん、玉木さんありがとうございます。それに比べてバカな自民党は何やってんの。対応が遅すぎる。忖度を生きがいにしている西村、見てるだけでもイライラする。西村さんもね、マイクの前に立つと本当に憎まれちゃいますよね。菅総理、退任してください。まあ、菅総理もまだ就任して3、4ヶ月ですから、なんか気の毒といえば気の毒なんですけども、まあでもね、総理ですからね、代表になってますから、いろんなね、批判を浴びて、それをどうかいくぐっていくか、本当に見させていただきます。この国には義務が存在しています。教育、納税、労働を、これね、特に納税義務を国民は、骨身を削って守っています。でもそれももう限界を超えて我が身を奮い起こしても無理に等しい状況です。国民に義務を守るというのであれば、政府も国民を守るという義務を全うしてほしい。その通りですね。このコロナ禍の中、労働納税の義務が難しいので、今こそ政府には国民を守る義務として国民一人一人に金銭的な不安を払拭することで毎月20万という安心を与えてほしいです。これは山本太郎さんならやってくれるんですけどね。やらない人が今政権持ってますからね、麻生さんとか。20万を毎月支給していれば日本は緩やかなインフレに向かうはずです。これはその通りです。 GDP2% には届かない程度のインフレに、はい。まあ、GDP のね、成長率 2%、 インフレターゲット 2% から、まあ、5% ぐらいまではまあいけるんじゃないかと思うんですよ。ただ慢性的にそうなると危険なんで、やっぱり、上振れをね、修正して 2%、 3% 前後にする必要あると思いますけども、どちらにしましても今マイナス成長なんで、とりあえずプラスにするためにね、税金をもう遮断して、で現金をどんどんね、国民の懐に配った方がいいと思います。特に富裕層に配っても貯金になるだけなんですよ、本当に。だからお金がね、本当にない人、毎月毎月絶対使い切っちゃうよっていう人に10万なり20万なり配って、で使い切った人には次の月も払うみたいなことすれば、どんどんね、消費活動も積極的になっていって、いろんな企業が商品やサービスが売れてすごく助かるんじゃないかなと思います。まさにこれがウィンウィンですよね。内需拡大、こっちの方に行っていただければいいんですけどね。はい、田中さん、
麻生さんは生まれつきのサラブレッドだから我々国民の気持ちは全然わかるはずがないです。麻生さんが政治家を辞めない限り自民党は良くならないと思います。麻生さんがね、やっぱりね、政治家でいる限り我々の暮らしに安息はないですね。これからも麻生さん、すいませんけども別のお仕事に切り替えていただければと思うんですけどもね。極めたけたけさん、しかし毎回思うが質問に対しての答えがイエスでもノーでもなく曖昧にグレーな答えしか出さない忖度ばかりの茶番政治。そうなんですよ、断定をしないですよね、やっぱりね、政治家っていうのは。それはもう仕方がないのかなと思いますけどね。だってマスコミが叩きすぎるんですよ。我々もそうですけど、私も叩いてますけども。だからイエスノーはっきりすれば叩くし、曖昧にすれば叩くし、叩かれっぱなしの政治家さんでございます。そんな職業なりたい方ってあんまりいないかもしれませんけども、でも政治家さん心が強い、何を言われても平気な人がなると本当にね、ジャブジャブ大富豪でございます。次ですね、松岡さん、麻生さんは早く辞任すべきだ、早く国民一律給付しないと、しなさいと言いたい。はい、松岡さんありがとうございます。その通りだと思います、と。私もその通りだと思います。後ろ志村さん、志村健さんですね。ものすごい分かりやすい説明で分かりやすいです。国民がこんなにも困窮しているのに国の政策はものすごく遅く他人事。このままではコロナが人を殺すのではなく国が人を殺すと言ってもいいですね。自民党が人を殺してます。なんかね、自殺党って言われてる方もいるぐらいですからね、すごい怖いですね。給付金なんとか早く出していただきたいです。カズさんね、マスクや消毒液買うのも結構お金かかります。国は分かっていない。確かにこれ高いんですよ。買いだめとかはできないじゃないですかね。太鼓さん、こんにちは、いつもありがとうございます。国民になっての議員だからそれこそ勘違いしたらいけないと、麻生太郎に、そして菅さん、総理なんだから強い言葉で2回麻生に聞かないなら、総理なんだから国民の命守るって言ってるんだから、国民一時給付みんな困ってるんだから、それと、定年制にしたら良い政治と金、自分たちの肥やし増やし、なんだこれは、国民みんな見てます。政権交代した方がいいです。とにかく国民一時給付お願いしたいですね。まだまだ官邸に強くメール送りますし、どんどん送りますと。一人でも助かる人がいたら本当に嬉しいね。頑張ってメールしましょう。はい、私も頑張って YouTube します。バナナさん、本当にもしかするかもしれませんね、と。政府に油断させないためにもお金がこの手に入るまでは声を上げます。そう、お金がこの手に入って初めて確定ですからね。まこさん、久保さん、こんにちは。今総学会の中でも公明党を支持するのをやめようという声が上がっています。おお、自民党と連立を組んでからダメになったという人もいます。そう、公明党さんはね、公明党独立しても自民党なんてのに負けない政党を作れますから、そういうふうに総学会さん、公明党さんを盛り上げてやってください。公明党さんはね、確かにもうご立派ですよ。別に徒党を組まなくてもやっていけますよ。もう多分ね、日本一の政党になれると思いますよ。まあ令和新選組がなった方がね、私はいいとは思うんですけども、でも公明党さんも付き合えば付き合うほど、素晴らしい方が揃ってるなと思うばかりでございます。まあ人間の組織なんでね、そうじゃない方もいますよ。そうじゃない方もいるんですけども、素晴らしい方を探せば素晴らしい方に出会います、公明党さん。で、くだらない人ばっかりに目を向けようと思うと、さすがの公明党内にも良くない人との縁ができちゃいますんで、まあ自分次第なんじゃないかなと思うんですよ。自分がやっぱりね、いい言葉、いい行いをしてるとそういう人が寄ってくるし、文句ばっかり言ってると文句言うのが好きな人が寄ってくるしね。これはだから多分創価学会の中の教えにもこういうことあったんじゃないかなと思いますよね。はい、坂さん、久保さん、お疲れ様です。玉木さん、国民の皆さんのために頑張ってください。本当にコロナの感染で亡くなっている方もいてますが、家賃が払えなくて追い出されている方も本当に増えています。子供の受験にも影響があります。そうですよね。本当に餓死で亡くなる方や無理心中や自殺者も本当に増えますよ。これいるんですよ、今もうすでにね。私の視聴者さんでもお亡くなりになった方がいますからね、嫌になっちゃいますよ。生きててほしいなと思います。お願いします、玉木さん、頑張ってください。お願いしますということですね。時に人はね、死を選ぶことの方が生きることよりも楽だと感じることがあるんですけども、生きていればこそなんですよ。死んだらそこでゲームセット、もう復活はないですからね。ぜひね、私と会える日まで、ぜひ、ね、生き延びてほしいと思います。私と会った後は多分ね、もうこれからも生きていこうっていうふうにね、思えると思いますから。私は思わせますんで、よろしくお願いします。最低20万ないと生活できないよと、影虎さんが書いてくれてますね。政府は江戸時代の悪代官そのもの。オリンピックってコロナ世界災害なのに、こんな時に開催なんてしたら日本さらに大変なことに。そうですよね。選手の方々には大変お辛いことだと思いますが、財源はあるんですよ、本当にね。この辺叫んでいきましょうね。今年の納税義務ゼロにして、給付金一律100万円オリンピック中止、ここで本気になれる政治家、これから応援する。私も同じ気持ちです。足立さん、玉木さん、頑張ってください。本当頑張ってほしいですね。栄養さん、国民に自粛をお願いするなら一律給付金のセットじゃないのか。アメリカの給付金は大盤振る舞い、国民が反発するよ。
生活できないから自殺や犯罪が増加、暴動になる可能性が高い。これ私もそう思いますよ。足立さん、本当に困ってます。玉木さんにメールをしました。よろしくお願いします。あなたが頼りです。私もそう思います。新藤さん、推進、久保さんの頑張りに微力ながら、この前回のご年配方1812人に声をかけました。ありがとうございます。922人の人を協力していただきました。すべて手作業で教えました。ただこれが個人の限界です。そうなんですよ、個人の限界なんですよ。だからね、本当に国家レベルでやってもらいたいですね。特定、定額給付金の声をテレビで届くまで、聞くまで頑張りましょうね。はい、頑張りましょう。で、旅人さん、今日から通常国会、ポンコツ G の所信表明注目の圧送用チェック、へそ曲がり、口もへの字、給付金支給して玉木代表応援してます。旅人さんらしいですね。カオルさん、いい名前ですね。久保さん、おはようございます。国民民主党のページで国会質疑で質問内容を募集してました。私も特別定額給付金と危険手当を出してほしいと書きました。素晴らしい。一刻も早く何とかしてほしいですね。こういう小さな活動がね、全てに通じますからね、やっていきましょうね。新藤さん、第3次補正予算組み替えに期待。第4次などでは時間がかかりすぎると思います。アメリカが200兆を超え300兆に近い額を使ってきます。先の経済を考えても個人支援を政府はなめてはいけない。これ本当ね、よくね捉えてますね。世界の経済に合わせて日本も経済財政出動していかなくてはいけないですからね。鈴木さん、あとは緊急大口貸付200万円無利子で20年間返済、死んだら免除で。ああ、なるほど。20万円早出せ、いつ出すのかわからないから出てくれるのかな。あれ、いいねが40件もついてる、すごいな。荒川信之さん、障害を持っていて困っている、そういう方もね早く救済してほしいと思いますね。やっぱりこう普段から不利な生活を送ってられる方がこういう時に一番ね煽りを食らっちゃうんで、そういう方をね優先的に救ってもらいたいなと思うんですよ。本当にね、かっこつけるわけじゃないですけど、私はいいですから、私のことはいいんで、他の方から優先的にね、給付金なりなんなりしてほしいなと思うんですよね。まんまるさん、ありがたいです。早く欲しいです。懐かしいアンパンマンの滑り台。話違うんですが、上の子の時遊んでました。はい、後ろに映ってましたね、私のね動画の後ろに。ご覧いただきましてありがとうございました。ということで、一通りこれで読めたかなと思いますね。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、駆け足で読んでまいりましたけどもね、どうしてもね滑舌が回らないところもありまして大変失礼しました。これからもね、少しでも皆さんに勇気と希望を与えられるように放送の方を続けてまいります。そして皆さんに再度お願いがありますけども、特別定額給付金は出ないという前提があります。もう多分ね、出ないのは本当、私もね間違いないと思ってるんですよ。ただね、だからこそ私たちの活動が必要なんですよ。出ると分かっていたらこんな放送してません。出ない出ない出ないと思うからこそ、少しでも風向きが変わるようにこれをやってます。ですので皆さんもね、できることをやっていきましょう。そしてやりすぎたら、疲れたら休んでください。休んでも結構ですから、私だけは絶対やりますから。ですからこの日が消えることはありません。ですから疲れたらね、お休みください。そして暗い気持ちになる必要はないです。何か私たちもできることがあると思いますので、そのできることをやった結果、誰かを救うことになりますから、本当にね少しでも力になれば幸いでございます。それでは行ってらっしゃい。